ひろゆきさんは1000万円あってお金を増やすために使うとすればどう使いますか？まあ、とりあえずインデックスファンドとかにぶち込むんじゃないですか？まあ、1000万ですからね。細かいやり方でもしやるのであれば、まあ、一人暮らし前提になるかもしれないですけど、株主優待券で、食い物とかがもらえるようなところの株を買いまくるっていう可能性ありますね。いや、そのモスバーガーとか株買うと、モスバーガーの株主優待券とかもらえるんですよ。で、大体株の配当って1%、2%くらいしかいかないんですけど、食品系の株主優待券って金額でいくと利回り5%、10%とかになったりするんですよね。なので、そうすると、普通に株を買った利回りよりも、株主優待券で浮く食費の金額を考えると得だったりするんですよ。例えば、そのビックカメラの株主優待券とか買うと、年間10万円くらいかな。なんかビックカメラで電化製品買えるっていうのがあるんですけど、そうすると、その配当率は低いんですけど、毎年10万円入ると考えると、利回りでは実はビックカメラ得だよね。そう、桐谷さん方式。あと、その株主優待券自体を転売するって、アナとか JAL とかも株主優待券売れるんですけど、っていう感じで、その株主優待券を転売するっていうのをやると、配当って20%税金かかるんですよね。で、ただ株主優待券を転売しても税金かかんないですよ。なので、1万円の配当を出してくれる会社の場合って、20%税金取られるので、実質8000円しか手に入れるんですけど、1万円の株主優待券が9000円で売れると1000円得なんですよ。なので、その税金を払わなくて良いっていうメリットもあるので、実は株主優待券狙いで回すっていうのも、1000万円くらいだったらありかもしれないですね。1億だと多分、微々たる額なんで。